奈落の底より這い出し、天魔の石を我が血肉となりてうつつよ。女、まだ意識が残っておるのか。織田信長、これ以上お前の思い通りにはさせない。信長疾風神雷。霞切りの刀が、その声が耳障りじゃ。姫耳様、第六天魔界との次元の扉がつながる直前の今、実施に逆らえば何が起こる、分かっておるのか。それは私が気にすることではない。